はい、それでは行きましょう。エクサムカップ2013準々決勝第1試合始めたいと思います。はい、それではヤビキラ VS カゴペタラレディーファイト。はい、来ましたね、こうキラペトラ。先ほど話もしてましたが、キラペトラということで、そしてまあお互い豪振りですね。エクステンドフォース合戦ですね。まあそうですね、まあやってる人には今更説明の必要はないかもしれませんが、ゴートフリートはとにかくエクステンドフォースを使えば使うほど、フォースというか、まあ、アルカナの性能が上がっていくキャラということで、もうお互い生エクステンドフォースをガツガツ使っていく展開になると思うので、しょうがない。まあ、ただ今回エクステンドフォース、まあ、とあの隙がありますからね、そこを読まれちゃうと結構めんどくさいことになりますからね、そこのセンスとかも問われますね。開幕エクステンドフォースに来ましたね、ヤビキラ。そして先手を取っていく、この赤ビールですね、はい、あえてコンボにつながずに、こちら回復する生発動がまたできるという。しかも今はあれですか、超出締めでこういう感じですかね。さあどうだ、いきなり体力が消し飛んでいる、さらにフライングキラドライバー。さあもういっちょ、フライングキラドラ、えぐいですね。じゃんけん3回1回投げれば今後も終わりですね。さあヤビキラがノリに乗ってますね。さあしかしこちらもならばと空投げ、さらにエクステムホース、こちらも性能を上げにいきます。さあとこれはエクステンドフォースブラストで返していく。ジャンイーが、これはでかい、これは痛いですね。さあどうするどうする、バーストも使ってしまったので、これはタコペトラが本当に不利になってますね。確かにこの球を装填して様子を伺う。しかしここで補正切り狙ってますね。ボディジャンプへのチェーンルートをうまく活用してます、ね、補正切りフラマゲですね。これヤビがノリノリですね。さあエコ出し機グレネード、最後はゲダント。勝ったのはヤビキラ、勢いに乗ってますね。これ大混んでますね、これ牽制やばいですね。ソードスライム、ソードスライム。はい、じゃあ続いて呼び出ししていきましょうかね。はい、続いての対戦は統一ゼニア VS トモソン系バイス。これもまたすごい試合ですね。もうキャラ性能のぶつかり合いですね。